中村和夫は、日本のバスケットボール指導者である。革命女子高校、共同石油、浜松、東三河フェニックスなどの監督、ヘッドコーチを歴任し、全国優勝に導いた。また、バスケットボール女子日本代表、秋田ノーザンハッピネッツ、新潟アルビレックス BB のヘッドコーチも務めた。退任後、秋田県体育協会のゼネラルアドバイザーとして、 秋田県のスポーツ振興に取り組む。渋谷センター街、バスケットボールストリートの入り口には、中村のザウの名である、心を込めてという言葉が刻まれたモニュメントが設置されている。また、日本工学院八王子専門学校が主催する、高校バスケットボールの大会、カズカップは、中村の名前を由来としている。バスケットボールストリート1940年。 秋田県小賀市船越市に生まれる。船越中学1年からバスケットボールを始め、秋田高校、芝浦工業大学では首相を務め活躍。卒業後、鉄橋社、秋田伊須津自動車でバスケットボールを続け、指導者を目指す。1966年、革命女子高校に赴任。1972年には、春の選抜、インターハイ、国体で優勝し、 史上初となる三冠を達成した。1974年、実業団リーグの共同席油の監督に就任。2年後には、日本リーグ昇格。4年後には、初タイトルを獲得し、1992年までの在任期間中日本リーグ6回、オールジャパン5回優勝の競合に築き上げた。その間、 1979年から1981年と1985年から1990年までの2度、全日本女子の監督も務めた。1995年、秋田経済法科大学の監督に就任。1998年、OSG フェニックスの監督に就任。1999年の実業団大会優勝、及び日本リーグ2部昇格。 1999から2000シーズン2部優勝へ導く。浜松、東三河フェニックスとして BJ リーグ転籍後も引き続き指揮を取る。2009から2010シーズンは最優秀コーチを受賞。初優勝に導く。翌2010から2011シーズンも優勝し、連覇、最優秀コーチも2年連続受賞したが、同年退任。 直後、出身地の秋田を本拠地とする、秋田ノーザンハピネッツ HC に就任。2013から2014シーズンにはチームを、初のファイナルに導くも、同シーズン限りで退任した。2015年6月、新潟アルビレックス BB のヘッドコーチに就任。2016年5月、退任。2018年現在、秋田県で、 アマチュアの指導に当たっているほか、解説者、サナ、スポーツコンテンツアドバイザーとして活躍している。東京、渋谷に、中村五六登場モニュメント除幕。秋田伊佐新報。八王子で、高校バスケ、カズカップから、全国の競合チームが集結。八王子経済新聞。2013年6月15日閲覧。ABC、攻撃バスケットボール。 技術と練習法著者略歴より。中村一志秋田へ BJ 連覇浜松対談。2011年5月24日閲覧。ヘッドコーチ契約満了のお知らせ。秋田ノーザンハピネッツ。2014年7月4日閲覧。中村和夫氏とヘッドコーチ契約合意のお知らせ。新潟アルビレックス BB。2015年6月2日閲覧。 ありがとうございます。